皆さんこんにちは。東京都文京区にある自民党の井ノ口邦子参院議員の自宅マンションで27日夜に起きた火災で、警視庁富坂署は28日性別不明の2人の死亡を確認したと発表しました。井ノ口さんは4人暮らし、死亡したのは行方が分かっていない井ノ口さんの夫で国際政治学者の高志さんと30代の長女とみて身元の特定を進めるとともに出火原因を調べています。そこで今回は井ノ口邦子議員の自宅出火原因や謎の映像について、亡くなった娘についてや事件の犯人、残された次女についてや統一教会との噂についてご紹介します。捜査関係者によると、防犯カメラの映像から27日高志さんと長女はそれぞれ帰宅、出火時に井ノ口氏と次女は外出していました。室内にストーブはなく、台所周辺の燃え方が目立つ状況でもなかったといいます。現場の状況などから外部から人が侵入した可能性は低いとみられます。署と東京消防庁によりますと、6階建てマンションの最上階の一室150平方メートルが全焼、28日午前3時50分頃に鎮火しました。一人は搬送先の病院で、もう一人はその場で死亡が確認されました。近くに住む40代女性は取材に、周辺は煙の匂いがとても強かった、現場の部屋のすべての窓から火が出ていたと話しました。自宅マンション火災をめぐり、日本テレビ系列の報道番組などで炎が迫る現場で動く人影のようなものが映った動画を放送したことが SNS 上で物議を醸しています。動画は28日日テレ系列の NNN ストレートニュースと同社系で読売テレビが制作した情報ライブミヤネ屋などで放送されました。視聴者が提供したものと紹介があり、火災現場の燃え盛る室内を背景に、ベランダとみられる場所で女性とみられる人影が横向きに立ち、ペットボトルのようなものを高い位置に掲げているように見える内容でした。放送した経緯について、日本テレビは産経新聞の取材に、火元が現職国会議員の自宅であり、住宅街にあるマンションでの大規模な火災で周辺住民だけでなく全国的にも関心の高いニュースの重要な情報を含んだ映像と判断したと説明。その上で、映像の内容に鑑み、昨日の昼から夕方までの報道番組でのみ抑制的に映像を使用することとして、ウェブサイトへの配信は行っていないとしました。読売テレビは、個別の番組の制作過程については答えられないと回答しました。人影は女性に見えることや、夫は足が悪く車椅子だったということで長女だと言われています。長女は火災の中でペットボトルの水で火を消そうとしていたのではないかと言われています。パニックになりながらも必死に車椅子の父を助けようとしていたのかもしれません。人影は火をつけた犯人だったのではないかという説があります。動画に映っていた人影は踊っているかのようにも見え、パニックになっているような様子が見られないため犯人ではないかと言われています。人影の動きなどから SNS では悪魔崇拝や儀式だと話題になっています。これは儀式ですね。天に仰いでからかける仕草をしています。悪魔崇拝です。聖水かけるみたいな何かの儀式をやってるように私には見えました。何か踊りを捧げているみたいだった。あくまで個人の意見のため定かではありません。しかし2024年11月29日第三者による犯行である可能性が低いということが報じられました。ここからは井ノ口邦子さん自身について見ていきましょう。井ノ口邦子さんは千葉県出身、日本の政治家及び国際政治学者です。上智大学を卒業後、アメリカのイェール大学院に進学しています。イェール大学院の合格率は 6% 台です。東京大学の合格率が 15% 程度です。井ノ口邦子さんが超エリートであることが分かりますね。その後、上智大学法学部教授を経て、現在では参議院議員をされています。またプライベートでは東京大学の教授である井ノ口隆さんとご結婚されています。井ノ口邦子さんの子供は
双子の娘がいることが分かっています。井ノ口邦子さんの双子の娘さんは33歳であることが分かっています。1991年生まれということになります。井ノ口邦子さんが39歳で、井ノ口隆さんが47歳の時のお子さんです。お二人の当時の年齢、初産で双子ということを考えると、一生懸命に子育てをされてきたことが容易に想像できますね。火災時、次女と井ノ口邦子さんは外出中だったそう。ということは娘さん2人とも結婚していたわけでもないようです。井ノ口邦子さんは SNS でもご家族の情報については言及しないように徹底されています。また娘さんが一般人ということもあり、公表もされていません。そのため井ノ口邦子さんについて調べましたが、詳しいことは分かりませんでした。しかし外出先から午後5時ごろに一人で帰る様子が目撃されていることから、お仕事をされていた可能性は高いです。井ノ口邦子議員の双子の娘さんのうち長女さんに自閉症があると言われています。なぜこのような噂が出たのか見ていきたいと思います。井ノ口邦子さんの娘に障害があるという噂は2006年の国会討論でした。井ノ口邦子さんが少子化担当大臣だった時、あなたは障害児を育てている、親の気持ちなんかわからないでしょう、全くわからない人ですからね、と蓮舫は無神経な批判を展開しました。こちらの話は有名です。この国会答弁に対してとあるテレビ番組で与謝野薫さんが言及します。蓮舫議員の発言に対して、これは言ってはいけないことと批判。また番組の司会進行をされていた MC の反町治さんは、井ノ口さんはそういうお子さんをお持ちであることを表に出されないでずっと政治活動をされてきたんですよね、蓮舫さんからのお詫びはなかったのでしょうか、と反町 MC は井ノ口さんの子供に障害児がいるのは当然のように返しています。この番組放送から徐々に井ノ口邦子さんの子供は障害児、自閉症といった噂が広がったのだと思われます。また自閉症の原因は遺伝的要因と環境要因が複雑に絡み合って発症する複合性疾患と考えられています。そして環境要因の一つに父親が高齢であることも含まれています。娘さんは父親が47歳の時に生まれた子です。井ノ口邦子議員も39歳で初産ということもあり、年齢的には高齢出産となるため多少なりとも障害者が生まれるリスクはあると言えます。少なくとも環境要因の一つとしては長女が自閉症だと言われる理由になるかもしれませんが、こちらは憶測に過ぎません。メディアではこのような情報もありました。井ノ口邸から出火し逃げ遅れた人がいるようだと聞いて、政治部と社会部の内勤記者はざわつきました。井ノ口議員が障害を抱えたお嬢さんを育てていることは永田町では公然の秘密だったからです。このことから井ノ口邦子議員の事務所関係者は娘さんが障害を持っていることを知っていたということになります。それでも井ノ口邦子議員の口からは公表されておらず証拠もありません。こちらの情報は噂程度に止めておくのがいいでしょう。今回井ノ口隆さんと共にご自宅におられたのは長女さんでした。そしてご自宅におられた方に障害があったということから、自閉症があるのは長女さんだということになります。長女さん同様に次女さんについても詳しいことは分かりませんでした。一般人であることから明かされていないのですね。調べてみても当人らしい名前が出てこないことから政治界に進出していない可能性が高いですね。最後に夫の井ノ口隆さんについてご紹介します。井ノ口邦子議員の旦那の井ノ口隆さんは国際政治学者であり東京大学名誉教授です。彼は国際政治学の第一人者として知られています。彼は政治学と国際関係論を専門とし、マサチューセッツ工科大学で政治学博士号を取得しました。新潟県立大学の前学長であり国際連合大学の上級副学長も務めました。現在は桜美林大学の特別招聘教授として活動しています。井ノ口隆さんと統一教会との関係について次のような情報があります。
旧統一教会は宗教団体であり、政治活動にも関与していることで知られています。特に日本では政治家との関係が問題視されることがあります。井ノ口隆さんは2017年に統一教会の関連団体である世界平和女性連合が主催するイベントに出席しました。このイベントは彼が後に統一教会の関連団体だとは知らなかったと述べるきっかけとなりました。2020年には統一教会の関連会社が発行する月刊誌アワーストーリーにおいて対談を行い、その内容が2021年1月号に掲載されました。この対談も後に注目を集めることとなります。井ノ口さんは2022年8月3日に毎日新聞の取材に対し、私は旧統一教会の関連団体だと知らなかったと説明しました。彼はこの件について反省の意を示し、今後は関連団体についてしっかり調べるべきだと述べています。井ノ口隆さんは保守的な思想を持っており、選択的夫婦別姓制度や同性婚に反対する立場を取っています。これらの思想は統一教会の教義と共通する部分が多いと指摘されています。統一教会との関係が報じられたことから、彼の政治的立場や活動が再評価されることになりました。特に自民党内での統一教会との関係性が問題視されているため、井ノ口さんもその影響を受けている可能性があります。このように井ノ口隆さんと統一教会との関係は複雑であり、彼自身はその関連性を否定していますが、過去の行動や発言から疑念が生じている状況です。事件から数日経っても未だ出火原因が判明しておらず、一部では放火説まで浮上しています。中には亡くなったとされる長女が放火したのではという悲しい声も見受けられました。結論から言いますと、井ノ口邦子議員の長女放火説はガセだと考えられます。当時火災現場に居合わせた近隣住民がこのように語っています。実は人影が見えたんです。バルコニーの角に人が手を振って助けを求めていたのですが、見ていられなくてその後は見ていなかった。二人が逃げ惑っている状態でした。逃げ惑っていた二人というのが、おそらく亡くなったとされる井ノ口邦子さんの夫の井ノ口隆さんと長女だと思われます。仮に長女が放火した場合、周囲に助けなど求めるでしょうか。このことから近隣の情報を聞く限り、長女が放火したというのは完全にガセだと考えられますね。ではなぜ井ノ口邦子議員の長女の放火を疑う声があるのでしょうか。それは先ほどご紹介したように、長女に自閉症の疑いがあるからでした。自閉症による犯罪はよくあることと言われています。しかし自閉症の人自身が犯罪を起こしやすいということはありません。ただし不適切な支援や障害特性への理解不足などが原因で、互い行為や万引きなどの問題行動を起こす可能性はあります。ネットで調べてみましたが、理解不足によって問題行動を起こすことがあったとしても、このような事件は自閉症だからという理由にはなりません。このことから長女が犯人だと決めつけることはできないと考えられます。いかがでしたか。今回は自宅で火災が発生したことにより長女と夫を亡くした井ノ口邦子さんについてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。コメントも残してくれると嬉しいです。それではまた。